トイズのレンです。今回サムネとタイトルをご覧の通り広告があります。我々トイズチャンネルは年内50万人っていう目標を掲げてここまで今やってきてるんですけど、正直伸び悩んでます。でもうちょっと僕たち追い込まれる必要があるなと思って一人で決めたことがあります。4月末までに登録者数20万人いかなければトイズチャンネルは解散します。ただ YouTube やめたいとかじゃなくて、やっぱそれぐらい自分たちを追い込んで必死こいて頑張らなければ20万、30万、50万、100万って無理だと思います。まあリスナーの方の中にはこの話を聞いて、まあ、がっかりしてる方もいるかとは思うんですけど、僕は決めました。で、ヨーゴとコータにはまだこの話を伝えていないので、これからヨーゴとコータ日を分けてこの話をしようと思っています。で、その話も動画に撮ってこの後に流そうと思っています。以上です。僕は決めました。解散します。コータ、え、何ですか？ちょっと大事な相談があるんだけど。大事な相談？4月末までに20万人いかなかったら俺 YouTube やめる。やめる？うん。いや、自分勝手すぎでしょ、そんなん。いや、どうかな。そんぐらい覚悟あんだったら、うん、レンさん。なんで？みんながどう思うか分かんないですけど、俺はそう思いますけどね。なんでやの？ヨコ。ん？大事な話があるんだけど。何？俺4月末までに20万人いかなかったら、YouTube やめる。え？いや、ダメでしょ。なんで？え？お前もにしたら20万人いけるってこと？余裕だよ。いけるいける。みんなそれが見たいじゃん。やるしかない。はい、ということで茶番の動画に付き合っていただきありがとうございました。でだよ。うん。お前ら本当に思ってんの？思ってるよ。アフロ？アフロだよ。俺がさ一番嫌がってるって。知ってたよね。知ってるからだよ。なんでああいうこと言ったの？いや、 YouTube やめるっていうのが悪いんですよ。そう、そもそもそういうこと簡単に言っちゃダメだよ。だ、まあ、罰っすよね。うん、責任持ってあるのもしないよ。責任取り方アフロな。みそぎ、みそぎ。いやいや、じゃあまあ俺的には、うん、まあ俺が一人の YouTuber だったらグループじゃなくて、うん、4月末までに20万人があってやめるって俺言ってると思うんだ。でもやっぱ君たちもやっぱ巻き込んでるし、そんな簡単な言葉じゃないと思って、まあ二人の意見を今回飲もうかなって話なんだけど、まあ人間ね、追い込まれた時の方がさ、ぶっちゃけ頑張れるし、やっぱ視聴者の皆様にもそのダラ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 動画上げていくよりも、俺たちこんぐらい覚悟あるよって期限決めてやった方が伸びるんじゃないかなって。そうね、インスタライブとか TikTok ライブをしてる時に、みんなアフロが面白かったとか、アフロに戻してとかいっぱい来るじゃん、コメント。はいはい、その期待に応えようよ、これを機に。じゃあ2人はするべきだと。するべきです。覚悟を決めてください。はい。じゃあアフロにします。おイエーイ。アフロ、アフロ、金髪アフロっすか？去年と色違いが見れますよ。じゃあ40万人いったら次どう、どうアフロ、どうアフロ。なんでだよ。オリンピックかお前。俺をメダル扱いすんじゃねえ。どんどん下がってるじゃん。もう、まあ、YouTube やめるっていう選択肢は確かに視聴者の方も悲しませてしまうかもしれない。だからまあ2人が決めたそのアフロぐらいはやんないと、まあ、一番嫌だけど、まあ、その20万人に対してそれなりの思いは2人にあんの？あるよ、もちろん。じゃあコータからなんかあれば。いや、なんかこんな感じで言ってますけど、いや本当に嫌がってるんですよ、レンさん。アフロ眉アートとか行くぐらいですよ。結構メンテナンスしたりとかしてる中で、またあのアフロの時代戻るって、さらにアフロ一回したら戻せないですからね。そう、戻せないの。うん。そこよ。はい。コータさん、続きを。はい。いや、まあ。え、コータさんって言ってるよ。お前、コータ、何人いんだよ、コータ。間違えた。そこ間違えるやついねえだろ。例えばじゃあ、YouTube やめますとかって、まあ、全言撤回できると思うんですけど、まあ、アフロってなったら全言撤回できないんですよ。坊主にする以外。うん。だそのぐらい覚悟をリーダーが持ってるので、まあその覚悟を持ったリーダーに僕も今後ついていきたいと思っていますので、
皆様もご協力よろしくお願いします。お願いします。たまにはいいこと言うね。はい、もうやっぱアフロのレンさんについていきたいなと。アフロじゃなくついてくるなアフロどんだけすごい効果あんのあれ。やっぱそれ追い込んでるレンさんが僕は好きなんですよ。なるほど。なんだかんだ、安定の仕事を辞めてまでとかっていう、はい、泥臭く努力する僕レンさんすごい大好きなんですよ。そういうかっこいい姿についていきたいなと。泥臭いアフロを見たいなと。泥臭いアフロって何なんだよ。なんか不潔なアフロ感すごい泥臭いアフロ臭いアフロやん。もうそれサラヨーコさんある、なんかある。今20万人いくために他の SNS を幅広くやったりとか、レンの前の硬い仕事を辞めて一緒に YouTube 始めてる中で、ここでこけたら共倒れしてしまうと思って、なんか彼氏のやりたいことについてきてるだけだろお前って思ってる方も結構いると思うんですけど、レンも硬い仕事を辞めた以上私も頑張らなきゃなっていう、そういう気持ちはありますので、4月末20万人協力と応援していただけたらと思います。人生かかってると。ヨーコさんも今めっちゃ頑張ってますもんね、 TikTok。 はい、 TikTok フォローしてください。でも2人も、まあ、俺と一緒にやってるぐらいじゃん。ほんと熱い思いを持って、まあ、編集とかもそうだし YouTube 取り組んでくれって、そういうのが伝わったらいいね。はい。で、俺からはもう今ぶっちゃけて言うと、 YouTube である程度面白い動画をバンバン上げても、もう無名の人が有名になる時代って終わってます。だから大物 YouTuber ですら TikTok とかめちゃくちゃ他の媒体頑張ってるじゃん。まあ俺らは、まあ、TikTok とかの拡散とかはすごいお願いしてるんだけど、みんなにその中ですごい無理なお願いをいつもしちゃってるじゃん。だから俺らもなんか背負ってやんなきゃいけないなと思ってて、でそこで今回話しなかったそのアフロ、まあ俺本当に嫌なの。でも一番嫌なことぐらいをかけないとみんなにお願いする権利もないなと思って、そこをマジで手助けしてほしいなって思います。ということで、我々トイズチャンネルは4月末までに登録者数20万人を達成します。皆さん応援と拡散の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回話したいことはもう一点ありますね。プレゼント企画3月もやっちゃいますよ。イエーイ。まあ、あと、まあ、なんでこの動画につけたかっていうと、俺らの熱とかを伝えて少しでも皆さんがプレゼント企画ちょっとやってみようかなって、うん、一歩踏み出してくれたらいいなっていうことで、あえてさっきのお話の後にこの動画作ろうかなっていうことで、3月のプレゼント企画、今回も部門は2つありまして、じゃあ1つ目の部門、ツイッター部門です。うわー、そうなんや。初めての試み。今までインスタと TikTok だったじゃないですか、はい、でもインスタやってない方いたりとか、でも、ツイッターは幅広い層の方もやられてるじゃないですか、はい、うん、なので今回はツイッター部門というのを作ってみたということで、まあ、実はね、私たちツイッターもやってて、そっちはもう好き放題ツイートしてるから見ちゃってよ。ヨーコの全てがわかる。ミクシーのつぶやきぐらいの感覚でえ、本当にバンバン上げてんのここの差よ、つぶやきの。そう間違いない。え、どう映ってんの2人には。え、いや、尖ってんなって。どんぐらい尖ってる。そう、今のチャンネル登録者数だから、うん、あんた生きてんねんでって。これがもっと増えちゃった時にこのツイート大丈夫かなってヒヤヒヤするぐらいとんがってます。まあ気になると思う今のは確かに、うん、ぜひ見てください。はい、はい、まずツイッター部門の応募条件なんですけども、レンさんとヨーコさんのツイッターのアカウントをフォローしてください。で、2つ目、このプレゼント企画の動画を上がった日にレンさんとヨーコさんが今回のプレゼント企画に関するツイートをされますので、それをリツイートしてください。このフォローをする、うん、リツイートをする、この2つをやっただけで抽選に2名様で JCB ギフト券1万円分が贈呈されます。おぉ、確かにインスタよりも楽っちゃ楽だよな。なんか文字打つ必要がないんですよ。フォローのボタンポチ、リツイートのボタンポチって終わるんで、まあ、今回お二人につぶやいてもらうんですけど、ヨーコさんのリツイートの中から1個、レンさんのつぶやきのリツイートの中が1個で、まあ、合計2人で、1個注意点としてツイッターのアカウントを非公開設定、鍵アカってやつです。はいはい。になるとリツイートしてもリツイートされた側がリツイートされたかを確認ができないです、うん、なので応募される方はその鍵を外してください。でないと応募対象外になってしまうので、そこだけ注意お願いいたします。お願いします。ということでツイッター超豪華な部門となりました。続きまして TikTok 部門、これ景品3つあります。1等は100万再生いった方に1万円分 JCB ギフト券とサインチェキを直接私に行きます。わあ、豪華すぎる。
あ YouTube 見てて、うん、その人が持ってくるってやばくない？いや鬼圧。続いて2等50万回再生で5000円分のギフト券とサイン付きチェキが贈呈されます。これは郵送、これは郵送になります。はいはいはい、はい、で続いて頑張ったでしょう3名様にサイン付きチェキが贈呈されます、はい、すごいすごい。じゃあもしねその欲しいなって思ってくれてる方がいたら、うん、ぜひあの行くとかあげていただきたいです。頑張ったでしょうは、まあ上げてる頻度だとか、うん、まあ、切り取ってる部分のセンスとか、ほんと頑張ってるなと思った人に毎月当選させてるんで、はい、でこちら応募条件が3月のプレゼント企画のハッシュタグ新世代トイズチャンネルです。その通り。誰か言ったなんか言ったねえ大丈夫か本当に。こちらも去年の11月から3月中までの動画を切り抜いてあげていただきたいです。はい、ただしサブチャンショートは除く。ハッシュタグ絶対必須なので、こちらハッシュタグがない方は応募対象外になってしまうのでお気をつけくださいませ。はい、あとあれです、1月2月当選した方も、もう何度でも参加していただける商品となっております。急に通販番組だったということで今回目標の発表と、まあ、プレゼント企画の延長ということで、うん、この動画は以上になります。はいはい、じゃあお前ら20万人いったら何やんの？俺にアフロアフロって言ってさ、なんかちっちゃなことでもいいから決める。これ半年で50万いったらアフロします。えー